月1日をもって欧州主要リーグ2014年夏の移籍市場が閉幕。ビッグネームの移籍が相次いだ今夏、ヨーロッパでプレーする日本人選手たちも移籍を決め、新たなチームで活躍を誓った。マンチェスター U を率いているルイス・ファンハール監督のもと、ポジションを確保できなかった香川真司が退団を決断。古巣ドルトムントへの復帰が8月31日に決まった。またドイツでは、昨シーズン長谷部誠と清武宏が所属していたニュルンベルクが2部に降格。そのため、一部でのプレーを求めて、長谷部は乾隆が所属するフランクフルトに、清武は酒井宏樹のいるハノーファーにそれぞれ移籍してきている。さらに、昨シーズンのドイツ2部で7位に終わった、アフトゼーンフンデルトゼーツヒムンヘンから大迫勇也が、一部復帰を果たした長澤和樹の所属するケルンに加入しブンデスリーガに挑戦している。アーセナル所属の宮市亮は、出場機会を求め、エールディビジのトゥエンテにレンタル移籍。2010-11 シーズンにフェイエノールトでプレーして以来のオランダ復帰となっている。そのオランダからハーフナーマイクがスペインへと新天地を求め、今シーズンからリーガエスパノーラに昇格ししているコルドバに加入した。J リーグからもこの夏、セレッソ大阪の柿谷陽一郎が海外挑戦を決め、スイスの強豪バーゼルへと移籍。浦和レッズからはクラブの先輩だった細貝萌え所属のヘルタベルリンへ、原口元気が移籍しした。さらに、田中純也も柏レイソルからポルトガルのスポルティングリスボンに加入。ジュビロ磐田に所属していた山田裕樹もドイツリーグ2部のカールスールへに挑戦の場を求めた。